It's lucky for us that you're here.エンターテインメント深掘り特番組プラストバイアクトビラさあ本日は2019年の8月23日、うん、司会は落語家の立川吉祥ですお願いしま す, しますはい。そして本日のお相手は大友里奈です。よろしくお願いします。大友さんです。さあテーマは映画総シリーズを語る。本日のゲストはこちらです。はい、SF おじさんず映画評論家の添野知世さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。添野さん、あれです、このリニューアルしてから初めてです。初めて。あ、はい、そうです、はい、あ、そっかそっか。うんうんうん。なんかちょっとやっぱりあの勝手が違うというかコメントがないので、あの視聴者の方の。あー、なるほど。そう、はい、収録自体、これ収録なんですけども、別に生っぽくこうやるんで、あのそこは変わりないんですけどね。めっちゃ落ち着きのない。なんでそんな、なんでそんな顔してるんですか。いや、なんかほら、ね、出現しても後で切ってもらえるかって。いや、これね、そのまま出しますよ。うん、基本編集なし。はい、ほぼほぼね、はい、うん、ほぼほぼ、あの、酒井死ねとか言わない限り、はい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 、大丈夫ですか。大丈夫です。ありますけど、大友さんも久しぶりですね。そうですね。久しぶりです、うん、最近は何されてるったんですか。最近何しも、うん、なんかキャンプ行ったり海行ったりなんかさ、うっすら焼けてない。いや、もうバレましたちょっと本当にだから白着てくるか迷ったんですけど、結構そのアクティブというか表アウトドアが好きなんですか。いや、なんか自分はそんななんですけど、うん、結構友達がなんか行こうよって引っ張り出してくれるので、結構なんか仲良い夫婦の方、子供連れとかで、うん、みんなでキャンプ行ったりとかして、ちょっと照明もうちょっと美白効果してますだってね、大友さんね、今日のテーマにもあってですけど、うん、バッドテイスト映画が大好きな人だから、うん、ほぼほぼ引きこもりですから、この人。あ、バッドテイストが、その要は後味がちょっと悪いというか。あの前も話したんですけど、うん、オーディションで好きな映画は何ですかって聞かれて、うん、あのミュージアムですっていう。それでちょっと受かったみたいなところが。そうかそうかそうか。後味が悪いのが大事。だからもう日に光を浴びるっていうのはね、ほぼほぼ無理してます。あのもうカーテンとかシャッと開けた瞬間、わってもうなってもうすぐ閉めます。もう日に当たりたくない。そうか、今日ね、その総シリーズなんですけども、これでも添野さんといえばね、毎回そのキャッチコピーも、ね、はい、SF おじさんズでこうやって、はいはい、まあ、SF でね、私もずっとご一緒してるんですけども、はいはい、総は別に SF ってわけじゃない。全く SF ではないですね。添野さん的に守備範囲としてはどうなんですか、総は。いや、もちろん映画は何でも好きだし、うん、そのホラーもスリラーも好きだし見るんですけども、うん、実はね、総のシリーズって結構苦手感が僕はあるんですよ。あ、そういうちょっとこのバイオレンスというか、うん、残酷な感じの描写。それはまあそんなでもないし、うん、別に僕が良識派だとかそういうことでは全然ないんですけど、うん、痛そうなのがダメなのよ。痛そうなやつから気が弱いから。確かになんか弱そう。そう、本当にそうなのよ。だから今日はそれを克服しようと思ってさ。でもね、思うにね、うん、やっぱその痛そうっていうのがもう敏感な人たちがこの映画見たから大ヒットしたんですよ、ね、きっと。だからそういう意味で言うと、我々プラストファミリーの中で最も痛そうなのが苦手な、本当に苦手さんが語るっていうのは意味がある。なるほどなるほど。これ珍しくは私もそうシリーズはね、はい、一応ちゃんと見たことなかったんですけど、はい、あのでもやっぱりめちゃくちゃお笑いと親和性高くて、あのっていうのはやっぱり設定、多分一時これそうが出たぐらいから、はい、そういうコントがめちゃくちゃ増えたんですよ。で多分ね、まあ、インパルさんとか一番顕著だったと思うんですけど、ああいう閉鎖空間とか、はいはい、ちょっとこうスリリングな感なんか感じから始まってみたいな、でそっからずらしたら笑いになるから、あの結構やりやすくて、はっと気づくとそこにいてとかみたいな。でそれで振り返ったらたまたまですけど、多分調べて2003年とか4年に多分この映画、そうです、ね、1があの公開されてて、うん、はい、多分ね、その時まだ落語家じゃなくて、はい、まあ、お笑いみたいなやってたんですけども、お笑いの時に多分20か21ぐらいの時ですかね、はい、2004年5年ぐらいにやってたネタ、2回目のライブと3回目のライブがどっちもそうっぽい感じというか、その閉鎖空間に主人公が追い込まれて、で2番目にやったライブはなんかあの千バズルを無理やり折らされるみたいなネタで、閉じ込められて、要はあのお見舞い来たのに千バズルないから作れって言われて閉鎖空間でなんか一生懸命作るみたいな。めっちゃ面白いじゃないですか。が2作目で、3作目はなんかもうまさになんかそうみたいな、時限爆弾が仕掛けられた部屋に閉じ込められてるんですけど、なんかその爆発まであとってこうカウント
その時計があるんですけど、はいはい、そしたらなんか、はい、あと1秒あと2秒とこうカウントアップしていってて、でそれがそのなんか、まあ、多分ミスであとってなってなんかその爆発まであと100秒99秒だと思ってなんかあと1秒2秒と増えていってるから、えこれ爆発これしないの か, なんか単純に文字の間違いだから爆発するのかどっちみたいな、そういうネタを作ったなみたいななんか思い出して、結構そのお笑いの人はこれが出た時ぐらいなんかああいうコントがめちゃくちゃ増えた、ね、やっぱね密室っていうさ閉鎖的とかさ、うん、あと条件が狭まるってさ、うん、笑いにもなるし、うん、恐怖にもなるしっていうね、うんうん、だからやっぱネタとしたら面白いんだよね、実は確かに。だからあのねそれこそいろんなお笑い笑っちゃいけないとかああいうシリーズとかも結構閉鎖空間とかってやっぱり緊張感があるからずれやすいんですよね、だから、うん、ダメっていう方が自由度が増すって面白いよね。I wanna play a game、うん、オリズル俺スパイトオールみたいな感じ、ね、ううね、やった昔、はい、だから結構なんかで改めて今回ちょっと全部見てきたんで、はいはい、なんかそんな話を後々できればなと思っておりますんで、はい、まずはこちらですね、あの本日のテーマをお願いします。はい、うん、本日のテーマは、はい、映画ソーシリーズを語る。ソーシリーズを語る、うん、まずはアクトビラからのお知らせです。はい、アクトビラはビデオオンデマンドのサービスを提供するエンターテインメントカンパニーです、うん、よくある見ても見なくても月額料金がかかるサービスと違い、入会金や基本料金はかかりません。そう、会員登録しなくてもプラストは無料でご覧いただけます。はい、俺たち私たちが見たいと思う作品のみ視聴購入ができるシステムとなっております。うん、作品数はおよそ5万本、5万、映画ドキュメンタリードラマなど多数ご用意しております。うん、なおアクトビラをご覧になるにはテレビをネット回線につないでいただくだけで OK です。うん、第2第4金曜日の18時に最新版のプラストを配信中です。うん、はい、皆さんからのちゃんと見てくれないと地下牢に閉じ込めちゃうぞ、そんなツイートお待ちしております。はい、ハッシュタグはシャーププラストですね。はい、シャーププラストで書いてくださいと。今日めっちゃ滑舌悪いですね。だからもうキャンプとか行ってもうそのもう夏休みを満喫してるからですよ。なかなかもね、アクトビラとビデオオンデマンドの言えなさ加減がねかなり積もってしまいまして、うん、私ももう最初にもう噛んだらもうつ、うん、でこれもう一個あるの、台本見たらね、その最後の決めセリフのところがね、これあの書き出し中ちゃんってなってたら、これ多分有効使用さん、天明さんもこれ調子良くないですよ。そうそう、いやもう私もなんか台本見てこれ夏休みになんだろう、なんかね、うん、休みみんなそうだよ。そもそもボケてんのに夏休みがね、さらに加わってね、ボケボケになってる。まあ、また暑いですからね、頭もぼーっとしますけれども、うん、でもそのアクトビラがそうなんですね、あの登録とかがないと、その基本料がないっていうのがやっぱ、うん、あのなかなかないというか、見たい分だけ見られる、ね、シンプルでいいですよね。そうだからその多分、ま、前回もここで言ったんですけど、やっぱり俺ジム、ね、契約してるんですけど、やっぱ行かないけど解約もしないから、もうずっとこの1年ぐらいこうもうあの課金だけしてるんですけど、やっぱそういうのやっぱなっちゃいそうなのが、はい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 、もうね、使う時だけ払うとやっぱシンプルでいいですよね。はい、ぜひぜひね、登録しなくていいんだから。あとそうあのテレビで見られるっていうのもなんかなくて、はい、いいですね。うん、あのお客さんの方からその大画面で見ると、うん、そのなんかその服とかが気になるから、うん、あのちょっと綺麗めにお願いしますって言われて、今日忘れてました俺。いつも通りダルダルので来ましたけど、そう。ものすごいいいね、画質でね。ね、そうですよね。それが新鮮。そういう煮めたような色がちゃんと出てます、ね。いや、こいつはまだきなりっていう、そういう、あのそういうせ、そういう、だから、あのこの白がこうなったんじゃなくて、もともとこういうテイスト、そういうのさんも同じような、この、これでも一応ね、黄ばんだ白みたいな、これね。これなんですか、テーマ合わせで、うん、恐怖の報酬の、うん、なるほど、 T シャツなんですけど、まあいいや、その説明は出なくてもね。まあね、そんな感じでございましてね、はい、これから、はい、ソーについて喋りたいと思います。特集は映画ソーシリーズを語る。本日はこの映画の背景から何が見えるのかについて語りたいなというふうに思っておりますと、うん、うん、これでもソーってね、その、まあ、流行ったんですか。あ、流行りました、ものすごい流行りましたね。公開された当時ってことですか。うん、はい、やっぱ私はだから耳に入ってきてるってことは、多分何かしら周りがそういうなんかこう盛り上がってたなと思うんですけども、1本目がものすごくヒットして、うん、だからまあ毎年作られたんですよ、うん、毎年秋になると新作が公開されて、うん、7年続いた大ヒットシリーズですよね。こんな映画他にないんで、うーん、あ、じゃあ最初からもそのたくさん作るつもりだったんですか。
そうではないですね、うん、1本目を作って公開してみたらややこしいのがこれやっぱそうだから、もうこのそう、そう一旦これあの最初に言ってますあのダジャレみたいになっちゃうけど、これあの一旦すいませんこれ見てる方もそうしょうがないですよこれね、もうそうそうを抑えられたらもうダメだもんなこれ喋れなくなっちゃうけどね。あの多分ねコメントがあればそれ常に突っ込まれてる。いやそうですね、いやまたそうですね、そうそうそう、本当なんだ本当に。すみません気になるから一回もうこれで。でもね、あの意外とねこれ案外ね、あのそうっていうのいろんな意味にかかってるんですよねこれね。そうそうそうって言ったら、そうそうもうダメだこれ。見るっていうのもあるし、ね、あとはこうジグソーもそうのそうですね、はい、あとノコギリっていう意味もあるしね。はいはい、そういうことですよ。そういうこと、そうですよ。そう。しょうがないです。これやっぱりだから、アメリカの映画ですね。はい、アメリカ映画なんですけども、うん、実質的にはカナダ映画、カナダです。まあ、カナダ。いろいろまあちょっと複雑な事情があるんですけれども、うん、監督はねそもそも中国系オーストラリア人なんですよ。しかもマレーシア生まれっていう人なんですけれども、最初の監督はね、ジェームズ・ワンさんっていうんですけれども、はい、その人がオーストラリアで映画作家になりたくて、短編版のソーを撮ったんですね、最初に2003年で、その短編版を持って歩いて長編のちゃんとした世界で公開されるような映画を作りたいって言っていろんな映画会社に持ち込んで、ハリウッドで実現して1本目はロサンゼルスで撮りました。うん、これ低予算映画でね。あ、低予算なんですね。低予算映画で、まあ一貫して低予算映画ではあるんですけども、1本目は特に低予算だった。まあそのなんていうかな、ヒットするかどうか分かんないからね、お金をかけずに作ったら大ヒットしてしまったので、次の年から毎年秋に公開するっていうことで1本ずつ作られるようになった。だいたいね、シリーズものの映画も毎年作られるってことは普通ないのよ。映画ってやっぱりその準備期間ってどうしても必要なんで、毎年毎年その同じようなに俳優さんを拘束して、その秋、秋ってだいたいホラー映画のシーズンなんですけれども、そのハロウィンのシーズン、そうですね、だから10月に向けてホラー映画ってだいたい公開しようと思うわけですけども、そこに必ずぶつけていくっていう風にして7年も続いたなんていうのはね、こんなシリーズは他になかなかないですね。トラさん張りですよ。また誰かが縛り付けられてるのかと思ってね。そうそうそう。これじゃあそのジェームズ・ワンさんという方は、じゃあ当時若かったってことですか。いくつだったんだろうな、すっごい若い。今もう世界に冠たる大監督なんですけれども、それでもまだ42歳なんで、あ、若い。あ、じゃあ相当若いですね。2004年の時点だと15年前だから何歳、27、公開だから撮影してた時は26歳とかじゃないですか。これが出世作なんですか。出世作ですね、はい。だからそもそも世に出てなかった人でしょう、ね、もちろんそうですね。あ、じゃあもうこの層でガーンと華々しく出てきたわけですね。あのね、ちょっと今回聞きたかったのはね、はい、あの短編を撮ったわけじゃないですか、はいはい、短編ってどの部分を撮ってるんですか。これね、短編ね、ネットで見られるんですよ。あ、なので、そうなんだ。YouTube にあるんで、ぜひあのそうシリーズが好きで見てない人はね、ぜひ見てほしいんですけれども、これね、10分ぐらいなんですが、あ、短い。10分で1本目の層と重なる部分なんですけども、しかも主役はリー・ワネルっていうあのアダムの方の男の子が主人公なんですけども、10分でどの場面をやったと思います。1本目の映画の、これでももう結構昔のやつから言っちゃっても大丈夫ですよね。まあいいんじゃないですか、ね、なんかね、もういいんじゃないですか。もうでもやっぱりなんかね、ラストも衝撃的なんですけど、はい、ただこれはそのいいなと思ったのがやっぱこう足にこの繋がれてて、でこうノコギリがこうあって、あれでもう痛み、自分の足切ってとかっていうのが、もうなんてことやらすんだみたいなのを見ながら、わーって、あそこは割とショッキングというか、自分としては。と思うでしょ、はい、あの部屋で、だから2人の男が、こう、対角線同士につながれてね、その、はっと気づくと、あそこにいるっていう、あのシチュエーションを短編版でやったんだとばっかり僕も、はい、と思ってたんですけども、やる気もそうの気もでしょうね。違うのよ。あそこじゃないの。違うんですよ。どこだ、何他なんかありましたっけ。1本目でさ、アマンダっていう女の人が、その後もまあ活躍する人ですけれども、こう顔にさ、そのジョーブレーカーっていうんですけども、あの仕掛けをつけられて、こう、バネ仕掛けでこう顎が裂けちゃうっていう仕掛けをつけられて、そこから何とかして脱出しようとする場面が1本目にあったと思うんですけども、あれをね、アダムがやるっていう
シチュエーションを短編で撮った。あ、そうなんだ。だからね、2人の男が出てくるシチュエーションっていうのは長編版までなかったんですよ。へえー、あ、じゃあ全然、そうそうそう、全然違う話ですね、じゃあね。まあ、でもあのビリーっていうあの人形も出てくるし、そのビってこうビデオの画面がついて、うん、これからゲームをしてもらうっていうのとかは全く一緒で、ビリー人形もあの顔につける装置も短編版で使ったのをそのまま長編版で使ってるのね。へー、そのぐらい予算節約映画なんだ。なるほど、なるほど、うん、そういう映画とかってこれまでもあったんですか？これはね、うん、まあ長い歴史があるんですけれども、うん、まあ一つはね、ホラー映画ってお金をかけずに、うん、長編映画撮れるんで、みんな狙い目だと思ってるのね、うんうんうん、これ大事なことで、そのみんなほら映画監督になりたい人、デビューしたい人、注目を集めたい人っていうのは、うん、1本目を必ず何か撮らなきゃいけないわけじゃないですか、うんうん、そういう時にその身近な素材でお金をかけずに撮れて、しかもうまくいけば大ヒットしたり、うん、こう名前を売ったりすることができるそのジャンルっていうと限られてくるんだよね。ホラーってお金かからないんですか？なんか逆にこうメイクとかなんか、メイクとあとやっぱ機材なんていうんだろう、 あれ装置みたいな、拷問のね、道具とかあるからいろいろ手間かかる気がするけど、例えばね、そのじゃあそのコメディとか恋愛映画をやりましょうって言ったら、うん、その上手なコメディアンとか、その名前のある俳優さんとかを起用しないとできない、うんうん、なそれをその何の実績もない監督がそういう人を起用するのはすごい難しいじゃないですか。確かに、そこにまずいきなりお金がかかってきちゃうから、こうやり取りとかで面白くしようと思ったら結構そうちゃんと作り、シナリオもしっかりして演技もしっかりしてみたいになるけど、うん、そうか、ホラーとかだと意外と、まあ、インパクト強いから、そうなるほどな。 あとは SF とかっていうとさ、 CG とか特撮でお金かかるし、うん、やっぱりね、そういうものでもちろんそのデビューする人もいるんですけれども、ホラーっての狙い目だなってね、昔から思われていて、うん、そのまあ、これからデビューしようっていう人はホラーでデビューするといいですよっていう話は昔からあるんですね、なんかイメージ、あのブレアウィッチプロジェクトとかそれのなんか一番自分としては、はいはい、あの低予算というかそこからできたものみたいなイメージがあるんですけど、ちょっとですね、実例をいろいろ調べてきたんで、はい、今話に出たブレアウィッチは、ブレアウィッチプロジェクトはそうの後ですかね、いや1999年なんで、そうよりちょっと前なんです、うん、そうの5年前ですよね、うんうんうん、これは当時ものすごく話題になりましたけれども、うん、効率で言えば一番いいのかな、制作費6万ドルに、制作費6万ドルに対して6万ドルっていうことは、700万円ぐらいですかね、円にすると、当時ちょっと当時のレートは分かんないですけどもぐらいの感じで、最終的な世界興収2億4800万ドルなんで、すごいドルか、6万ドルが2億4800万ドルに化けたっていう、何倍なのか計算するのもバタバタしいぐらいのね、すごい、これ本当に、まあ、大体その世界興収でも1億超えると大ヒット作、メガヒット作とかって言われるんですけども、うん、2億4800万ドルって大超大、うん、超特大ヒット作なんですね、うん、それをまあその6万ドルの低予算で作りましたっていうんで、これはものすごく話題になる、うん、で、もともとですね、はい、その別にホラー映画が好きじゃないのにホラー映画で活路を見出してその監督として名を上げた人ってのたくさんいてですね、うん、例えばそのトラストでも話したことありますけれども、スパイダーマンとかやってるサムライミ監督は、うん、1981年に資料の腹渡、ジェイビルデッドっていう映画でデビューをするんですけども、まあ、学生映画みたいなね、うん、学生時代からの仲間同士でその英検みたいなところで自分たちで映画を作って、それをそのメジャーデビュー作にするんですけども、これはね、予算40万ドルで、まあ、5000万円ぐらい、これそれなりにかかってるんですけども、結構かかってる、これがね、でも240万ドルの大ヒット、公衆240万ドルの大ヒットになった。で、サムライミの名前もすごく売れて、まあ、メジャー監督にどんどんなっていくわけですね。うん、で、70年代、もうちょっと遡ると70年代に同じことがあってですね、ウェス・クレイブンっていう、うん、あのエルム街の悪夢とかね、ホラー映画で名前を挙げた人なんですけども、ウェス・クレイブン、まあ、亡くなりましたけども、ウェス・クレイブンもね、デビュー作、鮮血の美学っていう、ザ・ラスト・ハウス・オン・ザ・レフトっていうホラー映画、スリラー映画なんですけども、1972年に、これもね、8万7000ドルで作ったっていう。8万800万、900万ぐらい。8万ドルって、
と800万円ぐらい、うんうん、まあすごく安いですよね、うん、であとはねジョン・カーペンターっていう人が大監督ですけれども、1978年に撮ったハロウィーンが大出世作になるんですけども、これも32万ドルで作って4700万ドルの稼ぎを上げた。すごいな、めちゃくちゃ当たんだな。で本当にこれは本当にものすごく大きいですよね。その2桁違うんで制作費に対してね、こんなことは普通起きないんですけども、うんうん、でね、この人たちの共通点は何かっていうと、もともとホラー映画には何の興味もなかった。あ、それが意外です。なんかホラー好きの人ってもうホラーが好きすぎて、なんかもうそればっかりこうずっと追いかけてるみたいなイメージがあるんですけど、これすごい面白いところで、うん、ウェス・クレイブンっていう人は結構ね、その厳格な家庭で育てられた人で、ホラー映画とか全く見ないで育った人なんですよ。で、そのホラー映画だったらデビューさせてやるみたいなね状況になった時に、彼はねベルイマンのイングマル・ベルイマンの映画が好きだったんで、少女の泉っていう彼が好きな映画を、少女の泉と同じシチュエーションをじゃあホラーでやってみようって言って作ったのが、それは面白いですね。先決の美学で、ちょっとね、少女の泉って映画ね、怖い感じするんですよね。そうホラーではないんですか。まあでもちょっと怖いシチュエーションなんで、うん、それをうまくそのホラーにしたらヒットしてしまったとかね、うん、まあカーペンターはまあちょっとホラー、まあホラー少しやりたいとこあったんですけども、サムライミももともとはコメディがやりたくてしょうがなかった人で、そうか、サムライミはその昔のサンバカ大賞とか、コメディアンに、ね、すごく憧れてた人で、コメディ映画を学生時代にいっぱい撮ってたんですけども、うんうん、まあ、ホラー映画だったらどうも人気が出そうだってね、お金を稼げそうだっていうんで、お金のために狩猟のハラートを作ったら大ヒットしてしまって、プロになってからもずっとホラー映画を作ることになるっていう、はあ、そうか、それはじゃあ監督からしたら、もともとはそう、ね、そうじゃないというか、別のものやりたかったけどもっていう、なるほどな。だけど意外にそこに才能があったっていう、だね、みんなそういう経緯をたどって低予算でホラーだったらって言われて作ってみたら、うん、この世界的な名前が知られるようになったっていう人はね、うん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 、というところで最近で言うと、はい、カメラを止めるなって、あ、確かにそうか、はい、本当に、うんうん、まあ、あれは完全にホラーなわけじゃなくて、その映画を作ることについての映画ではあるんですけれども、うんうん、まあそのね、日本国内だけで興収31億円って言われていて、うん、まあ、大ヒット作なんで、日本国内で10億円興収超えたらもう大ヒット作なんですけれども、うん、31億円って本当の大ヒット作なんですが、うん、制作費300万円とか言われてね、すごいな、まあ、宣伝で言ってるんでね、本当にあの規模のああいう映画が300万円で撮れるわけは本当はないんですよ、うん、だけどいろんな事情があって300万円で頑張って作りましたっていうね、うん、特殊な事例ではあるんですけども、まあ普通にかけたらあの映画はまあ1000万とか2000万とか制作費かかると思うんですけども、うん、それにしても31億円のヒットですからね、うん、大ヒットですよね、うん、だからそういう意味でやっぱりその低予算のホラーっていうのは実はものすごくそのこれから映画作家になりたい人にとってはいい、そのへえ、でも逆に言ったらちょっともうライバルも多いってことなんですか、やっぱみんなやっぱ一旦ホラーで勝負みたいなことになっちゃうんですか、うん、まあ、そういう人もいるんですけど、うん、やっぱりホラーにはホラーの才能って必要なんだよね。いや、それは絶対そうでしょうね。多分自分が好きじゃないとなんかできないと思う。分かりやすいと思うし、うん、怖いか怖くないかでしょ。ああ、そうか。ということで言うと、うん、映画の出来っていうのが、なるほど、他のものより分かりやすいって、うん、笑いと一緒です。だからね、受けるかどうかみたいな、怖がってもらうかどうかみたいな、そこところか。じゃあこれ、あのジェームズ・ワンさんもじゃあ、あのそれで勝負というか、うん、そうですね、うん、で、めちゃめちゃ才能があったっていうことなんですけれども、うん、まあ、やっぱりね、最初はその仲間同士でね、うん、ジェームズ・ワンはそのオーストラリアのどこだっけな、キャンベラかな、で育ったんですけれども、大学でね、大学どこ行ったんだっけな、大学はメルボルンの大学に行って、そこでその同い年のリー・ワネルさんっていうね、友達を作るわけです、うん、リー・ワネル、ジェームズ・ワンは中国系で、リー・ワネルはまあそのイギリス系なのかな、うん、あれですよね、ソーの1本目であの2人組の男の若い方を演じた、うんうん、リー・ワネルっていう人はすごい面白い人で、うん、脚本家兼俳優なの。あの人なんですか。そう、へえ、じゃあ本当低予算というか、もうじゃあもう仲間ががっつりいい役というか、うん、そう、でもね、俳優もやりたい人だから、別にそのなんていうかな、お金がないから自分で主演したわけじゃないんで、うんうん、そのもともとその長編にするにあたってはジェームズ・ワンが監督してリー・ワネルが主演するっていうことをすごく条件として、そこは譲れない一線だって言ったみたいなんで、で、ジェームズ・ワンとリー・ワネルのコンビっていうのは、まあ、その後もずっとね、その脚本家と監督として組んできたし、別々の仕事もいっぱいしてますけれども、
未だにその仲がいいみたいな。今ジェームズ・ワンはその今年はアクアマンっていうね、アクアマンとワーナー DC の大ヒット作ですけども、とうとうあれの監督になるとこまで大出世して、まあ、大ヒット作ですよ。しかも面白いし、でジェームズ・ワン頑張ってるな、俺たちのジェームズ・ワンが本当にここまで来てくれたっていうすごい喜びがあるわけですけども、あん中にねリー・ワネルがちょっとだけ出てる。アクアマンで、アクアマンとあのメラ王女が砂漠へ行くのに飛行機を雇う場面があるんですけれども、そのオンボロ飛行機に乗せてもらって砂漠、アフリカの砂漠へ行くシーンがあるんですけども、その飛行機のパイロットがリー・ワネルなんですよ。リー・ワネルさんも今もうバリバリで活躍されてる、活躍してますね、俳優として。俳優としてはねあんまり最近出てないかもしれないけども、まあ、脚本家として、脚本家とプロデューサーとしてですね。うん、確かにそう、なんかもう本当にあの脚本とか、まあ、プロ構成とか、はい、もうそこがまずむちゃくちゃすごいじゃないですか、本当に。だからやっぱ相当その作り手としてはすごいというか、あんだけ世界観作ってね、やるって。そうなんですよ、だからそれをその2人でその10分の短編を作って、それを映画会社に持って歩いて、でその時にそのあこれだったら長編作らせてやるよって言ってくれたプロデューサーがたまたまいて、それでメジャーで公開できるようなね。あ、最初本当に短編の10分だけをそれを作って、それを持ってそっからソーが始まった。そうです。でもじゃあプロデューサーの人もその脚本者が出てうれしかったでしょうね。こんな感じになるんだみたいな、めちゃくちゃ良くなってるっていうか、さらにこうね、しかもものすごい低予算で作りますよって言ってるから、まあ作らせて、試しに作らせてみるかっていうね、確かに人数も少ないし場所も限定されてるし、ただね、思うにね、脚本だけ見てこんな面白くなるって多分イメージね、なかなか湧かないと思いますよ。なんていうかな、これに似てるってものがあんまないからね。そうだ、想像できなかった、だってさ、台本上はね、あの男と男が、暗がりでつながる、多分の舞台の始まりなんですよね。名店して2人倒れて起き上がってとか、本当に普通のもう舞台の始まり方なんですよね。そうです。これがね、例えばその面白そうかってなかなか思いつかないと思う。ね、あのなかなか届かないとか書いてあると思うんだけど、あ、そうそうね、その距離感とかね、いろいろ、だからこれ見事で、そうシリーズって、はい、これから多分1から始まって、2、3、4、多分8本とかですかね、最初のシリーズは7本で終わるのかな、ソーザファイナルまで。そうですね、はい、で、見てると、やっぱもう毎回、なんかその、自分の場合だとオブジェクト思考って思うんですけど、なんか物1個、はい、アイテムがあって、はい、そのアイテムに対して人がどう動くかみたいな、なんかそれ一時期ものすごくなんかそのコントとか作る時も気にしてたところがあって、で結構その派閥ってあるんです。なんか漫画だと横山雄一さんっていう人がいて、はい、もうめちゃくちゃ記号的な人とかがもうそのオブジェクト思考の人で、坂道が1個あって、その坂道使ってどういうことできるか大喜利みたいな、なんかお笑いの1個手法であるんです。だからそういう、で、ショーもそう完全に同じで、ちょっと舞台っぽいよね、確かに。そうだからなんか、うわ今日またこんな注射器使ってこんなこと考えやがってみたいな、多分企画会議がそれどんな感じでこれやってんだろう、そうでしょ、もう毎回その嫌な、もうゾッとする、いろんなあのもうね、その技使ってくるじゃないですか、もう使い古しの注射針のプール一番入りたくない。そうだから、でこれシリーズとしてなんか一貫してるのは、その自分が助かるためにちゃんと痛みを伴いみたいな、代償払うみたいな感じがあってね、その注射器がいっぱいどこにこうって突っ込むみたいな、もうよくそんなこと本当にもう思いつくなって、なんかその連続で、それもやっぱ毎回楽しみでしたし、で多分見る人もやっぱそれを期待しちゃうんですかね、なんかね、今回どんなそういうあの残酷なというかゲーム用意してくるのかなみたいな、まあ、そこはね、なぜ1本目もそうですけど、なぜ受けたかっていう、その根本的な話になるんですけども、やっぱり人は怖いものが見たいっていうね、その残酷なものが見たいっていう気持ちがどこかに、痛いものが嫌いな僕ですらどっかにあるっていう、ありますそう、あるんだと思うんですよ。俺やっぱり多分一緒で見られないです、怖いから。だから基本もこうやってこの前をもうこう本当にもう基本痛いとこ見られないですけど、でもこう見たくなるんですか、大友さんとか。こう私はもうどっちだろうな、なんかもう最初はちょっとこうやるんですけど、途中からもう興味、もう普通に見られそう、こうやって両目で、これもうもはやもうすげえな、ね、なんか見ちゃうんですよね、まだ無理だ、もうずっとこうやっても本当にとはいえね、怖いなって部分もどっかでありながら、ね、あります、あります、自分がなったら嫌だなって思いますね。いや、そうそうそう普
常日頃思うんですけど、ね、うん、ジェットコースターとかって一緒なんだよ、ね、やっぱああいうさ、ちょっとした臨死体験っていうかさ、あれも助かるっての分かってんだけど、うん、キャーってみんな言いながら乗るじゃない、ジェットコースターもダメですか？ジェットコースター俺は好きだな。ジェットコースター好きですかね、どっちかっていうと。いや、なんだろう、やっぱ痛くないから、痛くないから、ね、人が、関係ない人がね、こう血流すだけでもやっぱ嫌ですもんね。なんかもう、本当にもう、もう見てらんないもんな。だ、行き過ぎたらやっぱ面白くって、だ今回のやつだと、このワクトビラムが配信されてますけど、あの一番新しいやつ、そのレガシーとかってやつの、はい、そのラストシーンが、はい、そのもう、はい、ちょっと 笑うぐらいのなんか死に方してて、あそこまで行ったらなんか俺はちょっとあのいやなんかめちゃくちゃすごいなと、なんかそう、そこだけ笑えたけど、基本的にやっぱこれも怖くて見てらんないけど、見たくでもなるものか、確かに。まあね、そこはまあちょっと映画としてもまあ歴史っていうか伝統があるところなんですけど、まあちょっとその話をする前にね、うん、はい、やっぱり総シリーズがなぜそのこんなに受けたのか、面白いのかっていう話に戻るとですね、うんうん、その1本目が大成功した後、うん、面白いことなんですけども、ジェームズ・ワンは監督降りちゃうんですよ。監督1本目だけして、 あとはもう2本目からは他の人に任せると、うん、でそのジェームズ・ワンのやり方って常にそうなんですけれども、うん、その自分が何かのシリーズで成功すると、2本目も3本目も自分が監督するんじゃなくて、うん、若いやつをフックアップしてやる。めちゃくちゃいいやつ。そう、すげえ。その、この人は面白い人だなと思ったら、その人に監督を任せてみるとかね。だってそれ通りもまだ若くって、しかもデビューでようやく一発目がヒットしたっていう状況だから、本当はもっとこうね、で大成功を収めていきたいけども、ここね、すごいポイントだと思うんですよ、うん、やっぱこのシリーズってのはアイデアなんだと思うんですよ、うんうん、一つの、ね、重要な柱は、うんうん、ってことで言うと、やっぱり外からアイデアを持った人を連れてくるっていうのは、うん、やっぱシリーズを面白くするために絶対大事なことだと思う、うん、だからね、最初の7本のシリーズっていうのは、リー・ワネルがまあ3本目までかな、脚本をやるんですけども、脚本チームが途中で交代するんだよね、うん、で監督のジェームズ・ワン自身は1本目でもう辞めちゃって、ずっとリー・ワネルと2人で制作組織のプロデュースをするんだよね、うん、でそのシリーズから離れたわけではないんですけれども、自分たちはその管理する側に回って、どんどん新しい人を引き入れていく。それ制作組織とかって、具体的にどれぐらい、うん、まあ、その作品によって違うんでしょうけど、はい、権限というか、どこまでぐらいこう参加するもんなんですか？制作組織っていうのは、基本的にお金を出す人、うん、お金を集めてくる人っていう役割、うん、エグゼクティブプロデューサーっていって、はい、普通のプロデューサーっていうのは、何でもやって監督の面倒も見て全体を取りまとめる一番重要なポジションなんですけども、うん、エグゼクティブプロデューサーっていうのはお金集めの人、ね、あ、じゃあもう本当にその中身に関しては割ともう任せるというか、はい、そうですね、それもすごいな。でも結構統一感ありますね。ありますよね。で、なんであるかというと、そこも大事なところなんですけども、はい、これ完全に作戦だと思うんですが、うん、メインスタッフがね、1本目から7本目まで変わってないんですよ。なるほど。はあ、それはカメラマンはずっと、撮影監督はずっと同じ人。美術さんも、美術は途中で1回変わってますけれども、撮影監督と編集者と音楽はずっと同じ人。あ、そうだから編集もこれ独特なのかしら、はい、その映画数見ないか分かんないけど、なんかあのフラッシュバックなんかそのダラダラダラってこうなんかもう走馬灯みたいなやる人とかがやっぱ印象的なんですけども、はいはい、ハイスピード撮影でこう人が動いてるとね、こうガーって言って撮るのとかは実は短編版ですでにやっていて、このシリーズの売りなんですよ、ね、なるほど、そういう、うん、あ、スタッフがそうか、なるほど、変わってないからルックっていうのは同じもの、はい、にして、はい、アイデアは変えていこう、そうですね、モチベーションを変えていこう、そうですそうです、それは面白くなり続けるね。めちゃくちゃ作詞ですね、ジェームズ・ワンって、うん、そうです、相当本当にそうなんですよ。経営的にすごいですね。だからその話は常にその観客の期待の上を行こうっていう作戦をね、観客を今年はどうやって驚かしてやろうかってことを常に考えてるけど、うん、絵はずっと同じような絵で、うん、基本的にね、そのまあ時代のせいもあるんですけども、この7本ってフィルム撮影なんですよ、全部。今では考えられないことなんですけれども、うん、だってもう2000、そんな3、4年とかだったら全然後半、もうね、最初の頃はともかく後半はほとんどでやっぱり世の中もデジタルになってきた時代ですけども、うん、フィルムにこだわったんで、ね、それは同じ質感にしたいからですか？そうですね、でずっと同じ撮影監督で、要するに同じ映画であるっていう、うん、そのシリーズの形を変えたくなかったっていうことだと思うんですよね、うん、で基本的に夜の暗闇とかを緑色で見せるっていう方針がずっと一貫してて、グリーンの映画なんですよね。おー、そうだっけか。グリーンの中にその
ジグソーのこの仕掛けとかは赤い布とかで覆われてたりとかっていうね、そうやってポイントを見せていくっていう、そのなんていう色彩設計がずっと同じでやってきてるんで、まあ、同じシリーズとして見られるっていうね。じゃあまあワン最初の時はもちろん続編の予定もなく、はい、もうとにかく作って、はいはい、でそれがまあヒット、幸いにもヒットして、はい、で2作目作るぐらいからも割とこう、もしかしたらこれはちょっと続けていくのかなみたいな感じだったんですか、ね、これはね、うん、もうちょっと研究が本当は必要なところなんですけど、はい、僕も分かんないんですが、うん、明らかに次のことまで考えてるよなっていう感じですよね、うん、常にね、結構つながっていきますもんね。そう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 、なんか話がどんどん毎年ね公開していくってことで言ったら、うん、やっぱ準備も含めて、うん、続けていこうっていう考えでしょうね、うん、だこれもねおそらく制作費の兼ね合いっていうのもあると思うんですよ、はい、だから要は莫大な制作費っていうのをリクープしなくても、はい、もうすでにリクープし終わって、はい、シーズンが重ねてるっていう考え方なのかなと思ったんですよ。実はですね、そのシリーズ化されても、うん、そんなに制作費がパーンと跳ね上がってるわけではなくて、結構ねその節約しながら作ってるんですね。そこがまた頭のいいとこで、要は当たれば大きいし、こけてもそんなに映画会社にとって痛手にならないっていうね、うん、範囲内で必ず作ってるっていうところがうまい、うん、でほとんどがやっぱりちゃんと当たってるんで、うん、あこれはもう本当に作戦勝ちっていう感じなんですけども、うん、あとはね多分ねその先の先ぐらいまで見て撮れるシーンは同じ俳優さんで同じシチュエーションだったら撮っちゃおうっていう、そこまでやってる可能性もあるのか、まあ、いわゆる2本撮りっていうものなんですけども、2本撮り結構してるんじゃないかなっていう気が、ちょっと裏取れてないんですけどね、しますね。でもそう考えたら逆に言うと脚本がやっぱめちゃくちゃすごくって、そう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 、本当になんか ここまでつなげてくるかとかって、うん、多分そのないところから書いていっても、はい、結構これもうむちゃくちゃそれこそパズルが複雑すぎるから大変だろうなっていうところもたくさんあるから、はいはい、まあ大きな流れで言ってしまうと、毎回その標的になる人たちが、うん、そのなんか社会的なその悪いやつらとか、うん、何かそのこの人たちに復讐したいとかっていう動機があって、その標的になるグループがあって、うん、そのグループの人たちを捕まえてその、うん、あるその罠にかけますよね、うん、その話と並行してそのジグソーを刑事が追っていく話っていうのがあって、うん、こう2段で話がつながっていくわけですけれども、うん、毎回その時代その被害者のグループを誰を選ぶかっていうことは考えてる、うん、それと刑事グループの中で何が起きていって、その事態がこうどういうふうに変わっていくかっていうことと、うん、2本立てでね話を見せてる、うん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 、でミステリーとしてすごいうまいなと思うのは、うん、その両方が実は同じ時間じゃなかったりする、あ結構ずれたりしますね、はいはい、なるほど、時間軸がずれてて、うん、ものすごく意外なことが起きたりするっていう、ね、うん、これはミステリーとしての面白い作り方だと思うんですけども、うん、その中でですね、まあ、ミステリーとしてね一番よくできてるのは僕はそう2だと思うんですけれども、うん、いわゆるそのアガサ・クリスティのそして誰もいなくなったみたいなね、うん、その大勢の人が一軒の家に集められて一人また一人と死んでいくんだけれども、うん、犯人は一体何者なのかっていう、うん、2どれだったっけ、やっぱもうちょっともう全部見たけど、あのみんな繋がれてるやつ、そうそうそう、あ一番あのなんだっけ、その被害者の人数が多いやつ、うん、8人でしたっけ、8人ですね、うん、館物ってまあミステリーではよく言われるんですけども、うん、でその中でそのシリーズ7本の中で特に前半のねジグソーがまだその健在で、うん、ジグソーがその陣頭指揮を取ってその悪いことをしている時は、うん、厳密にジグソーの場合はルールを曲げないっていうのかな、うん、その自分の復讐のためとか自分の快楽のために人を殺すことは絶対しなくて、うん、ジグソーがこういうつもりでやってますよって言ってその最初にほらそのビデオ画面とかでアナウンスするじゃないですか、うんうんうん、あそこには必ず真実が含まれていて、うん、見ている僕らは何回も見てるからこう慣れてくるとその通りにすれば生き残れることも分かってるけれども、被害者の人たちはどうしてもその通りにはできなくて死んでいってしまうっていうね、でそのなんていうかな、そこにミステリーとしての面白さがあるっていうのかな、うん、言う通りにすればいいのに、うん、で言う通りにするとなぜ生き残れるのかっていう謎がまたそこに生まれるからね、うんうん、でそのバランスが一番良かったのはソー2だと思うんですよね、うんうん、で、まあ、そうやって話が、うん、ちなみにソー2はもこれアクトビラで見られますから、うんうん、
なるほどね。だからこれをね、一、うん、回見た人もその目線で見てもらうとすごく面白いですよ ね、うん、今もうめっちゃ見たいですね、ね、ミステリーってね、はい、要は見てる人が第三の目になってるわけじゃないですか、うん、はいはい、だからそこをどういう視点で映画は持っていくのかってとこがうまさになると思うんですけど、そうですね、やっぱそこがミソになってると、うん、はい、あとそれはやっぱり入れりゃいいのにってね、うん、時間が結構短いんですよね、これ意外と多分1本90分とかで、そうです、ちゃんとこう、うん、もう毎回は大体同じぐらいの尺で、はいはい、で始まってまず最初10分ぐらいがちょっとこう青ぐわってこの怖いやつやって、でそっから見てなんかもうパッケージちゃんとしてるから、はい、うん、連続で見るときもなんかもう見やすいというか、必ず同じに作ってあって、ね、まず最初の殺人シーンがある、うんうんうん、そしてメインタイトルが出て、うん、その次にこれまでのお話をちょっと見せるところがあってっていうね、うん、作りがめちゃくちゃちゃんとね優しい、うん、去年のことをみんな思い出さなきゃいけないから、ね、ってことですよね、1年1回だから、そうその辺もすごいやっぱなんかあのハリウッド的というか、なんかすごくちゃんとフォーマットがしっかりしてるなって見ながら思った、しかもそこにちゃんと罠があって、うん、最初に見せる殺人シーンが、うん、本編のどこへハマるかがなかなか分かってこない、あ、そうかそうか、このあの殺人シーンって何だったんだろうって、うん、本編の話より前なのか後なのか、ひょっとしたらずっと古い話かもしれないし、うん、ずっと後の話かもしれないしっていうね、うん、あの見せ方がまあすごい上手いわけですよね、うんうんうん、そしてさらにですね、その、まあ、ずっとこの後2から7まではずっとトロント撮影、カナダのトロントで撮影されるわけですけれども、うん、要はその同じチームでずっとトロントの同じ撮影所でね、うん、1年に1本というつもりで作ってて、しかも毎回その話の展開っていうのはこう知恵を絞って考えてくるっていう意味で言えばですね、うんうん、映画館でやってるけれども、うん、テレビみたいな感じなわけ、あ、そか、もうドラマ作ってる感じ、ある種のさ全7本のテレビミニシリーズみたいなね、うんうんうん、すごくお金をかけたテレビミニシリーズを見せられてるような感じが、まあ7年かけて見たわけですけど、うん、みんなねそういう感じがするわけですよ、うん、でその中で映画としてはかなり破格なのは、うん、毎回毎回オチの謎解きとか、うん、動機が何だったのかとかっていう説明をしない、うん、あ、この人がジグソーだったのかとか、あ、この人が今回の犯人だったのかとかっていうことが分かったところでブツッと終わって、あ、確かにそうか、その人が何で犯人だったのかとか、その人の動機が、うん、は何だったのかっていうことは1年待たないと分かんないの、うん、そこが本当にうまいところで、確かに、なるほど、なんていうかな、びっくりするよね、そこで終わるのみたいなね、うん、だから今回私このもう続けてね、もうさ今見たから全部もうこの揃ったことになりますけど、これそのリアルタイムで見てるファンは大変だったでしょうね、1年待つわけだからね、そうそうそう、いやキモキしますねこれね、この人も今回の犯人だったのって思うけれども、うん、なぜ彼がそれをしたのかわからない、だから今のね時代にちょっと合ってますよね、そう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 、今やっぱそのテレビシリーズって一気に見たい時代になってきた時に、やっぱこの総シリーズっていち早くそれを取り入れてるって言えるのかもしれないですね、ね、しかも今一気に見られるわけだから、うん、本当にそれはね楽しんでくださいっていう感じだよね、ワン、ね、以外は全部見る、全部見る、今のところ全部ワンだけ自力でなんとかしまったら、もう2から2、3、4、5、もうそれは素晴らしいな、ね、なるほどな、そうなんですよ、まあまあなんだろうな、8本今映画ありますけれども、うん、実はその中でそんなに時間が、まあ8本目だけちょっと後の 10年後っていう話なんですけども、うんうん、1から7までってすごく短い期間に実は起きてた話で、多分劇中でも2年経ってないぐらいのね、うんうんうん、すごく凝縮された話で、要は7本かけて一つの事件を描いたみたいなね、うんうん、すごく変わったシリーズだと思うんですよね、うんうん、話がずっとこう流れていくんじゃなくて、一つの事件をこう7本かけて深めていったみたいな、ね、そうそう、だから最後その7本目の時とかもなんかね、うん、あ、その最初のワンの人がこう割とキーキーというか、ね、そうそうそう、繋がっていくんだみたいなね、これあのふわっと見て、まあ、続けてみたけども、うん、やっぱりなんかもうあのちゃんと厳密に見ていってないから、うん、あの忘れていくんですけど、はいはい、それでももちろん楽しめるんですけど、うん、ちゃんとやっぱそのもう好きな人はもう、うん、こう時系列というかこう並べていったらもう変わらないでしょうね、いろんなことがね、でそして作る側もどんどんその1本目でこの辺はおかしかったかもな、じゃあ今度は次は2本目でここを説明ちゃんとしようかなみたいなね、うんうん、知恵の使い方をすごくしてるんで、7本全部かけて全部の謎が解き明かされるっていう形式になってて、なるほど、つまりこの犯行って一人の犯人じゃできないんじゃないのっ
って思ってると、うん、2本目3本目と行くに従って一人じゃなかったわみたいな、ね、そうあれそうか どの段階で思いついてるんですかね。最初でも確かにそこまで考えてない可能性もありますね。可能性ありますね。1本目の時はね、うん、だからあこれは共犯者出したら面白いんじゃないかみたいなことをどんどん考えるわけだと思うんですよ。でもそれでちゃんとあんだけ成立させられてやっぱすごいですね。すごいな。確かに ね、うん、この手の、ね、映画って割と雑なやつ多いんですよね。そう、それは本当にそうなんだ。そういう意味では全然違うよね。あまあ、うん、そこが本当にソーシリーズの面白さだと思うんですけど、前半にも出てたけど怖いからいいっていうのと、うんうんうん、実はこの映画ってこういうね類の映画って、うんうん、怖いのってもう合格点なんですよね、うんうん、で要はなんで殺したかとか、うん、その動機だったりとかそこら辺はもう突っ飛ばすものが多くて、うん、でもそれはそれで成立してる映画いっぱいあるんだけど、うん、そうはね意外とねそこら辺はちゃんとしてるんだよ、うん、それはね本当にね13日の金曜日とかそのエルム街の悪夢とかスクリームとかホラーのシリーズっていっぱいあるんですけれども、うん、やっぱね長く続いたものほど雑なんだよね、うん、別にそれでいいんですけど、うん、映画はねある種やっぱり見せ物なんで雑でもいいんですけど、そのシリーズが変わってるのは脚本家チームが常にそれまでの映画を何回も何回も見て、うん、ここがちょっと穴かもなと思ったところをうまく利用して次の一本を作るっていう、ね、なんかあの引き継ぎ表とかありそうですね。そう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 、バイトのなんか、ね帰る時に殺したんでそうお願いしますみたいな、そう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 みたいな、この人とこの人が犯人だとこんなことはできない、技術的にできないんじゃないかとか、こういう知識がないんじゃないかとかっていうことを次で必ずフォローしに行くみたいな、ね、気持ちよさそうだなそれ。そうちょっと話変わりますけど、はい、あのちょうどこの夏にあのエンドゲームに合わせて、はい、アベンジャーズ全部こう見たんですよ、はいはい、あのまだキャプテンマーベルだけ見てないんで、はいはいはい、あの強かった女性は誰かまだ分かってないんですけど、はいはい、でもあの見ててそれでめちゃくちゃ影響を受けて、ちょうどあの7月になんか小白師匠っていう先輩と2人でやる会やるときに、はい、なんかそういうやつ作りましょうって話になって、要は落語版のアベンジャーとか MCU みたいな、要は古典落語のキャラクターがこうタイムジック、タイムライン合わせてこう出てくるみたいな、いでそれできたらこうもう無限にこうアーカイブあるかなと思って、その1回目やって、で結果やったのが4月にやったやつが、前澤さんが ZOZO タウンのが主人公で、あれとは月に行くのは実はなんか月の裏に文明があるのを見つけてて、そこでタイムワープできるなんか技術があるから、それを目的に実は月に行ってるみたいなんで、でそこでタイムワープして江戸時代に行って、要はその過去のなんか商売もなんかもう網羅しようみたいな感じで行くみたいな、で江戸時代に行って落語のキャラとこうマッチアップしていって、で最終的になんかその真の目的は黒船と来た時にこう自分が交渉して、なんかそこでもう日米の関係をこうやるみたいなつもりで行ったけども、でも実はそれイーロン・マスクとかもうそれ分かってたから先越してそうで黒船側にそのジョブスが来ててみたいな、でそこでジョブスがなんでここにいるんだって、まあ、ワン終わるんですけど、でその先作るんですけども、もうでもやっぱこれ計画なく作ってるから、今その2作目作ってるんですけど、もうすでにこうなんか パズルが合わなくなってきて、ね、ガタガタなんですよ。めっちゃおもろい、ね、憧れてやったんですけど、やっぱこれ相当難しいっていうか、これとこれ合わすみたいなのが、まあ、逆にね、だからこの総チームの、うん、あの総シリーズのね脚本家チームのみたいに考えるとしたら、うん、その合わないところこそ次へ利用していこうっていうことですね。確かに、あ、でも確かにそうなって、うんうん、で今回そのもう前澤さんに行かしたかった、そんで、うん、あの前澤さんと大岡越前とマッチアップさせたくて、はいはい、大岡越前になんか怒られるみたいな、はいはい、黙れ、うんうん、みたいな感じで、でそれやろうと思ったら、あの要は大岡越前の時代と黒船の時代がなんか150年ぐらいずれてるっていうのが、はいはい、そこ分かって、うん、でどうしようってところから、あじゃあなんかそのもう歴史が変わってて黒船が予定よりも早く来ちゃって、はい、でなんでかと思ったらジョブスがもう乗ってるみたいな、うんうん、なんかそこは確かにそれでストーリー転んだから、うんうん、あそういうことなんですよ。だからずれたところこそわざとねグッと合わせ、うんうん、なるほどなるほど。あとね、うん、この映画ね、それがなんでうまくいったかっていうと、うんはい、このシリーズはおそらくですけど、その感情で物語がつながってなくて、実はルールでつながっていく、うん、あそれはめちゃめちゃ言えてるね、記号的ですよね、うんうんうん、だからそのルールっていうのを考え、うんうん、それを引き継いでいく、うん、そこから基本でストーリーを紡いでいくっていう風にしてるから、うん、きっちりこうつながってるんで、うん、あるじゃないですか。これでもその7本続いて、はい、で、まあ、7年連続ですけどやって、はい、でその8本目だけが急に新しいんですよね。まあその間置いたっていうのもあるんですけども、うんうん、まあ、なんていうかな、シリーズ再開するにあたって何をしようかっていうふうに考えたときに、その、まあ、だいぶ間が空いてしまったので、うん、10年後っていう設定にしましょう、うん、だけどお客さんが一番驚くことをしてやろうっていうことを考えた結果があれだと思うんですよね、うんうん、2017年
そうです、2010、うん、去年、まあ、日本公開去年なんでね、7年、最後が2010年だったんで、7本目がね、うんうん、7年空いたんですけれども、劇中では10年経ってるっていう設定で、ね、これまたそこからこう続いていく感じなんですか。実はですね、来年新作があるんですよ。今撮影中らしいんですけども、アメリカで来年5月公開で、まだ題名も決まっていないけども総シリーズの新作が封切られるということはもう決まって、もう作っていて、しかもですね、またキャストも一新されるんで、あ、え、一新されるんですか。サミュエル・ L ・ジャクソン主演らしいんですよ。あれ、うわまたあの人ね、地下っぽい感じあるんだよ、ね、主演なんですね。何の役かわかんない、どっち側だろう。で、脚本家も入れ替わるんで、うん、まぁ、ちょっとどうなるかわからないですね。へぇ、まあ、お楽しみにっていう感じだと思うんですけどね。8本目が良かったってのあるんじゃないですか。ありますね、はいはい。あ、なるほどなるほど、うん、あ、確かに。でもこれまただんだんやっぱ苦しくなってきてるなと思うのは、その8本目とかも、はい、とは言ってもやっぱりこう見てると、はい、なかなかそのもうこっちも裏切られづらいというか、そう結構もうこれまでのその7本がまずはもう盤石すぎて、なかなかハードルがもうっていう感じがきてるから、うん、実は8本目の最大のトリックは、うん、過去のどれとは言えないですけど、うん、初期に1回やってるのと同じトリックなんですよね、うん、その、うん、さっき言ったその時間差トリックなんですけれども、うん、なので あんま言っちゃうとあれですけれども、うん、まあそのなんていうかな、集大成っぽくなっちゃいましたよね、うん、過去にやったものをもう一遍スマートにやり直したみたいな、うん、でもだってあれしかよ、確かにあれしか正解ないみたいな、もう針の穴通すみたいな、そう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 、もうピタッてきましたもんね。確かにこれしかないみたいな、うん、またその続編作る。これはもちろんジェームズ・ワンさん、まだ制作総指揮みたいなので関わって制作で入ってます、入ってます、名前入ってます。リー・ワネルも制作で名前入ってるんで、うん、まあその脚本家チーム変わりますけれども、ちゃんと見張ってはいるっていうことだと思いますね、うんうんうん、で、アクトビラはその最新作8本目もあるから、ここで見たら来年も生で、うん、でもそこ来年見ちゃったらまた1年に一発なるからな、もうまとめてみたいんだよな。そういうのさんね、今回ちょっとお伺いしたかったのが、うん、はいはいはい、このやっぱ総シリーズってやっぱ、はい、あのジャンルで言うとね、はい、いろんな言い方あると思うんですけど、はい、いわゆるデスゲームっていう、はいはい、そうですね、そういう系譜じゃないですか。そのデスゲームって他にね、このそんな系譜があるんだ、この映画見てったらいいんじゃないかっていうのはあったりします。デスゲームものって結構あるんだ、古いんですよ、歴史としては古くてですね、まあサイレントの時代もちょっとあるんですけれども、陶器になってすぐぐらいに猟奇島っていうね、猟奇島なのかな、うん、なんだっけ、モーストデンジャラスゲームっていう現代なんですけれども、うん、いわゆるね、マンハントの映画、その人間が人間を狩るっていうテーマの映画って結構作られてて、うん、確かに。だからバトルロワイヤルとかもまさにそういうことですね。あ、そうですね、まさに、まさに、そうか、デスゲームものっていうのがあるんだ。しかもそうそうそう、猟奇島もそのバトルロワイヤルと一緒で、うん、島の話なんで、ね、なるほど、そこへその獲物になる人を に逃げさせて、自分たちがその銃を持って追いかけるっていうね、うん、そういう映画だったんですけども、昔からそのジャンルとしてはすごくあるんです。うん、最近で言えばものすごくヒットしたのはハンガーゲームシリーズ、ハンガーゲームのシリーズっていうのがあって、ジェニファー・ローレンス主演なんですけれども、うん、やっぱりその未来のね、近未来の社会でその管理社会なんですけれども、その若者たちがその逃げ切ることができたら自由を得られるっていうね、うん、設定で戦うっていう話で、うん、まあなんていうかな、常にそのデスゲームものっていうのは需要があるっていうのかな、うん、確かになんかワクワク、そうそうそう、不日常でね、なるほど、そのだいたいその主人公は追われる立場っていうことになるんですけれども、うん、そこにまあ面白みがあるっていうことがあると思うんですね、うん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 、で最初のね、そのなんで僕たちはこういうものに惹かれるのかって、僕なんか痛そうだから嫌だ、苦手だって言いましたけれども、うん、今回その8本まとめて見直したんですよ、うん、でやっぱり面白くて、うん、そのなんだろうな、まとめて見てると苦手だと言いつつ慣れちゃう、慣れちゃいますよね、やっぱ慣れちゃいますよね、慣れますし、うん、なんかまあ本当最初は怖いですけど、うん、途中からはもうこれがどうなっていくんだろうとか、うんうんうん、もう本当に普通のサスペンスとかなんていうの、うんうん、と同じ感じで次の仕掛けってどうなんだろうとか、ね、もう考えちゃうんですよね。
あで俺はやっぱそこまでいけないから もうそれでスキップしてほしいな。でも途中で一回見るのやめようかっていう気持ちはなるんですよ。一回やめようかなみたいな。本当怖いもんな。それを超えると楽しくなってきちゃう。なんかこのまま見てるとまずいんじゃないかって思う気持ちもあるし、そうなんですよね。だからやっぱりなんかもちろん公開はその R 指定みたいなのついてるんですか。 R15 ですね大体。あ相当だってこれ、うん、しかも映画館で見たらやばいなっていう気がしますね。だあのそうか最後のソーザファイナルかな、なんか 3D かなんかでやったやつとかって、はいはい、なんかあの こっちに飛び出してなんか物投げるとかってのが結構あって、はいはいはい、これ多分その劇場で見たら俺やばかったなっていうのがなんかこう迫ってくるみたいなのとか、もうまたいいみたいな。そうか怖いんだよな。でもなあのこう振り子みたいなのでお腹を切られるシーンがあるやつが、あった3D でしたっけ、はい、あれ 3D だと思います、ね、あそうだそうだ振り子多分そうですね、うん、こうもうこの遠近感めちゃくちゃうまく使ってる。そうそうそうでねあれなんか典型的なんですけれども、うん、元ネタはその江戸川乱歩の短編であるわけですよ。そのだから19世紀の小説に元ネタがあるわけですよね。その振り子ギミックがなんかあれ 寝させられてて、スレスレのところにこの振り子が行ったり来たりしてちょっとずつこうえぐれてくるみたいな、もう本当にもう余計なこと考えてると思って。やっぱね人間はその残酷なものが見たいとか、その本で読みたいとか、うん、空想の中でそういうものを楽しみたいって欲望ってやっぱり昔からね、うん、あって、そのなんていうかな、否定してもしょうがないとこがどうしてもあるわけですよね、うん、で映画ってさやっぱりその始まった時からすごく見せ物だったんでね、うん、普通にその繁華街でそのまあなんていうかな、あんまり良くないような場所でね上映してるようなものだったんでね、映画っていうものが生まれた時からずっとそういうものだったんで、まあ、エクスプロイテーション映画の歴史っていうことがよく言われるんですけれども、その残酷なものとかねフリークショーとかを見せ物にするっていうものが映画の歴史の最初からあった、うん、で、例えば一番初期 の, そのリュミエールとかメリエスっていうそのまあ巨匠ですよね、その初期の映画の大作家たちですけれども、やっぱりその残酷趣味の映画短編ってものを撮ってるんですよね、うん、その歴史物語では例えば人が首をはねられますっていう場面で本当にその仕掛けでね首がはねられる場面を見せる、そして観客がそれを見てこう驚く、観客を驚かせる、観客も驚くのが楽しみで見に行くみたいなことがずっとあって、やっぱりね僕らはそういうものを昔から好きだったし、そのまあ見ちゃうみたいな、うんうん、映画以前にもそのグランギニョールっていうんですけども、残酷な演劇っていうものの歴史っていうのが特にフランスにあったんですけれども、そのやっぱりその殺人事件をね、実話の殺人事件を見せるとか、うん、拷問シーンを見せるとかっていうものを演劇の世界でね見せて、その観客を呼ぶっていうものがすごくあってですね、うん、映画の歴史ってすごくそれを取り入れてるの、ね、うん、でね、キューブっていう映画があるんですけども、僕ねその総シリーズに一番影響を与えてるのはキューブじゃないかとすごく思ってて、うん、キューブは SF なんです。見たことってあります？なんか見たことあるんですけど、うっすらとしか覚えてない。なんかある気するのはキューブ SF なんですけども、やっぱりその数人の男女がはっと気づくと一つの狭い部屋に閉じ込められていて、キューブの場合はね記憶もなくしてるのかな、自分たちがなんでそこへ集められたのかわからない、でその特殊な空間でねその外へ出られないっていう時に、そのやっぱり何分間かのタイムリミットがある中で外へ出なきゃいけないっていう時に知恵を絞らないといけない、そしてそれに失敗すると順番に死んでいくっていうデスゲームの設定があって、キューブシリーズってのもすごく人気が出たの、ね、それはその部屋の外へ出てみたら宇宙空間だったみたいなね、いろんな大きな SF らしい仕掛けがあってすごく面白い映画のシリーズだったんですけれども、キューブシリーズがすごくそのジェームズ・ワンに影響を与えたんじゃないかなっていう気が僕は
してる、うん、そうのをね、うん、見た時にまず思ったのはやっぱキューブでしたね。やっぱそうだよね、うんうん、あキューブよりも現実的な設定になっててって思いましたね。そうそうそう、まずだね、やっぱなんかゲームっぽいというか、なんかそうやっぱ世代的にもなんか分かるし、分かるというか、うん、まああとね、僕がすごく思い出したのはヘルレイザーっていうやっぱホラー映画のシリーズがあって、ヘルレイザーのシリーズにもすごく似てるなと思ったんですけども、要はね、そのキューブとかヘルレイザーとかそれまで SF やホラーで追求されてきた80年代とかに、ね、うん、の流れをジェームズ・ワンがうまく咀嚼して、 SF やホラーだと突飛すぎて入ってこないお客さんも引き込めるように、うん、現実のシチュエーションの中で、うん、スリラーとしてね、うん、現実的なスリラーとして作ることを考えたのがそうだったんじゃないかなっていうことをすごく思いました、ね、うん、なんかその企画のそういう流れは分かるけど、それをちゃんとあんだけ形にできればすごいです ね, ね, ねそのそこまでは誰でも思いつくだろうけど、ね、しっかりはそこまでやっぱ、ね、残虐な、ね、ものってその良くないとか、うんうん、よく言いますけど、うん、なんか今日ね聞いてて思ったのは、うん、やっぱその昔からこういうものあると、うん、でやっぱりそのエンターテインメントの、ね、役割としてその人間が本来持ってる残虐性を解放するみたいな、うん、そういう役目があって、うん、でなんかね断るたびにさエンターテインメントがいけないとか、うん、助長してるとかって言うけど、うん、実はそうではなくて、うん、そういうもともと人間が持っている残虐性をエンターテインメントが解放するっていう役割になってんだなってちょっと思いましたね、うん、でもそうとかね見てるとたまやっぱちょっとクスッとしたのがこのセッティング相当時間かかってな、その主人公のあのおっちゃんが多分一人でなんかジグソーがちょっとこう寝てみてちょっとこれ深すぎるから浅くしようとかなんかそれ考えるとちょっとなんかねあのたゆまぬ努力みたいなのが見えてきてすごいよね。そうなんですよね、考えてる時一番楽しかった。いやめちゃくちゃ準備してもないっつうとあの主人公あいつ細かいね、わざわざヒントまで残して ね、うんうん、動線までやって行っちゃダメなことバスってやってあげたりとかな、もう牛しみんなびっくりするぞと思いながらやってる、ね、しかももうその時点で自分が死んでたりするっていうね、その結果を見届けられなくても一生懸命やってたりとか、大変な人なんだ、まあ、ね、あんなに複雑な機械仕掛けをどうしてあのおじさんが作れるのかっていうことが2本目ぐらいでやっと、その3本目だっけ、エンジニアなんか結構天才的なエンジニアでしたってね、説明がいきなり入ってきたりとか、だからその辺はさっきも言ったその脚本家チームが一生懸命カバーしようっていうことだと思うんですけど、そこがねやりすぎてないんですよね。あ、そうですね、スマートですよね、そこがね、うん、なかなかうまいんだよな、うん、説明調にならなくてね、さらってやってるところがね、でわざわざ言わなくてもいいのにみたいなね、大概そういうのありますけどね。そうそうそう、これのそういうテーマパークとかもありそうですね。なんかあります、あるんですよ、やっぱり、ね、実はあります、体験で絶対そうですよね、アメリカにあるんですよ、ーなー、うん、なんだっけな、まあ、来たくねえなー、でもちゃんと調べてこなかったですけど、あるんですよ。だってもう嫌だもんな、あの場所にもう行くだけで嫌だもんな、まあお化け屋敷の相番ですよね、うん、いや絶対でもめちゃくちゃ需要あるだろうな、ね、ちょっとね、行ってみたい、行ってみたくないかな、どっちか分かんないけどね。あの脱出ゲームって流行ってるでしょ、あれってね、日本でもすごい大流行りだけど、はいはい、僕思うに、ね、やっぱソーシリーズの影響すごくあると思う、ね、あるね、きっとね、うんうん、確かにね、やっぱそのああいう逃げられないっていう感覚をすごく一般的にこう、うん、フックアップしたってやっぱそうだと思うし、うん、脱出ゲームやっぱそこから来てますよね、間違いなく。いやすごいな、小田さん、これ総シリーズ見て、まあ、なんか印象的なあの拷問シーンっていうか、なんか大友ちゃんが好きな拷問を聞きたいですか？ベストそれで怖いの。そうですね、でも、うん、多分1本、多分3ですかね、うん、すごい昔、本当にまだ中学生ぐらいの時に見たので、うん、覚えてるのが、うん、やっぱなんか現実味があったのが、うん、なんか女の人が、うん、そうこもう冷凍庫みたいな寒いところに閉じ込められて、ね、もうハッハッって言ってるのにもうその度に水かけられて、はいはい、そのまま凍っていくみたいなのが、なんかもう本当リアルっていうか、そのなんか血が出るとかじゃないですけど、なんかやっぱ怖いじゃないですか、想像できちゃうところが、あれがちょっと怖い。買ったの、あの我々さ、美味しいみかんの季節にさ、うん、みかん凍らせたり、ああ、ああいうことやったことあるから、うん、徐々に凍る感じの気持ち悪さってみんな知ってるんだよね。でもなんか結構そうってなんかもうギリギリまで本当に生きてるじゃないですか。はいはい、もうなんかもう本当 にギリギリもう早く死んだ方がいいのにみたいなことが多いのが、
やっぱあれが結構魅力的なんですね。まあ、すげえな。まあ、人間はなかなか死なないって言ってますよね、中でね。そうですね。あと、あの助ける側も本当、うん、あとちょっとこうすれば助けれるのに、いやだから本当早く動きよってもずっともうファイナル、私もファイナルのボビーは本当にイライラしちゃって分かります絶対なんか3人ぐらい助けれたはずでもそう、でも自分がその立場だったら絶対動けないし、もうそれは嫌だもんな。なんかいやもうここ早くもうとか、つなげようとか、いやここあとちょっと踏ん張ればいいのにとか、なんでそこでね、キーミスするのとか、うんね、協力すれば助かれたっていうシチュエーションがすごい多いですよね。そうですよね、うん、基本的にはでもそうなんですもんね、ちゃんとあの生き残る道は残してくれてて、ね、でもやっぱりそうやっぱ想像しますけど、自分が違ういたらやっぱりそれはもう、まあ、ね、相手打っちゃうし、うん、なんかそう、ね、なってしまうっていう、うん、分かるけどな。さっきのね、冷凍のシーンで思い出した話があって、うん、大体ね、こういうそのスリラー映画っていうのは、まあ、そのエロのね、エロチックなモチーフの要素って常にあるのが普通なんですよ。で、総シリーズが面白いのはエロ要素がほとんどない、ね、確かに、確かに全然そんな気分ならなかったの。女の人 の, その、まあ、男のシーンもありましたけども、その女の人 の, その正面ヌードっていうのは普通はメジャー映画ではまあ出さないのに、うん、ガーって出てきますけれども、それはその凍らせるためっていう、うん、そのより早くその冷たくして死んでもらうためっていうだけで、エロ要素が何もないっていうね、うん、そのある種その非常に禁欲的なんですよね、うん、これなんでだろうって思うんですけど、そこがすごく不思議なね、うん、そのなんだろうな、女性にも見てほしいっていうことがあるのかもしれないですけれど、うん、確かに。でもなんかエロいとグロいって結構紙一重じゃないですか。普通は本当にそうですね、うん、だから両方よく一緒にあることが多いんですけれども、そうは確かにない、ないんですよ、うん、これね、そのエクスプロイテンション映画のすごく大きなジャンルとしてあるのは、60年代から70年代にかけてジャルロ映画、ジャルロ映画っていうね、イタリア映画のジャンルがあって、ジャルロミステリーとスリラーを組み合わせたみたいなものなんですけれども、大体その女の人の裸とその残虐な殺しのシーンっていうものが売り物で、映像的にものすごく美しい、もう夢のような映画だけども、中で残虐な殺し殺人が行われて、それもすごく美しく見せるっていうジャンルとしてあったのね。で、大体ね、その話の理屈は通らない、だからミステリーとしては出来はあんまり良くないんだけれども、その映像美で見せてしまうっていうのが10年ぐらいね、こう、うん、ブームとして、ジャロ映画のブームっていうのは、うん、まあその日本で知られてる人だとダリオ・アルジェントとか、うん、ダリオ・アルジェントの喜びの牙とかね、うん、なんだろうな、マッキラーってルチオ・フルチっていう監督のマッキラーとかね、うん、ジャロ映画の代表作って何本もあるんですけれども、大体、うん、その殺しの残虐な殺しとそのエロっていうのはくっついて出てくるんですけれども、うんうん、そうは、そこは本当にエロの方は完全に捨てちゃってるところがね、うん、今時っぽい感じがしますよね。だからさっきね、あの途中で出てきた、うん、あのルールに厳密ってそこかもしれないですよね、うん、要はエロティシズムと恐怖みたいな一緒になったやつって、うん、要はそのなんかこう感情が重要視されてるから、うん、必然性ってちょっとすっ飛ばされますよね、うんうん、よりやらしく、より怖くみたいなところに寄せてっちゃってるから、うんうん、意味が全然なかったりするけど、要はエロ要素を取っちゃったからこそ、うん、理屈が欲しくなるっていうところをちゃんと抑えてるんでしょうね、うん、そうね、だから感情的じゃないってことなんでしょうね、常にね、そうですね、さっきも言ってたみたいに、今浦下のあれだ、のどのシリーズか覚えてないですけど、あの多分 目が見えない人、見えなくされた人と、はい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 、多分喋れない人だとか、なんかもうあのもう2人のこう掛け合わせとかって、もうまたこれも大喜利的にちゃんと考え、いいやつ出すなみたいな、めちゃめちゃ理屈だよね、ああいうの、ね、やっぱそうだから、本当大喜利ですとか、やっぱすごい近いというか、自分の好きなネタの作り方と、だから、うん、さっきね、エロと恐怖っていう話あったけど、うんうん、もしかしたらそうって、笑いと恐怖って近いかもしれない、ね、大喜利しかね、そうきたかみたいな、うん、まさにそうですね、うん、そうそう、そういうことだわ。だからやっぱ次のシリーズとかもまたどんな
あのギミックが出るのかなっていうのは楽しみだし、うん、そうですね、うん、なるほどな。あとはねやっぱそのジグソーっていうその中心人物の、うん、まあ彼は途中で3本目で死んじゃうのに、あ3本目で死んでましたっけ。そう3本目でもうその死体を解剖するね、うん、死体が解剖されるシーンがあって、なのにその7本のシリーズ、まあ、8本か、うん、8本のシリーズ全部を支配してて、彼の計画通りにいろんなことが進んでいくっていう、ね、そうね、ちなみに8本も一番新しいやつも出てきますもんね、はい、ね、まあ、特殊なね、そういう意味では非常に特殊なシリーズなんですけれども、彼の主張がさ、基本的には自分がいきなりその脳腫瘍の宣告をされて、うん、その余命がこんだけしかもうありませんよって残酷に言われたことでショックを受けて、うん、その生きてる人はちゃんと自分の生きてる時間をきちんと過ごさなきゃダメだっていう主張を、うんうん、唐突にね、はい、思いついてちゃんと生きてないやつを殺していくっていうさ、うんうん、不思議な動機の連続殺人鬼なんでね、うん、でその要するにその自分の生きている時間をちゃんと生きなさいっていう主張の連続殺人鬼って変じゃん、うんうん、そうですね、うん、そういいこと言ってもいいこと言ってもそうそうそう、確かに。だけど共通テーマってそこだっていうところがすごい不思議なものでさ、確かに、うん、だから常にその被害者っていうかジグソーの敵になる人っていうのは刑事とかお医者さんとかで、うんうん、その仕事に入れ込みすぎて家庭を顧みない人とか、うん、そんな人ばっかりで、うん、要するにその自分の人生をちゃんと立て直せってみんなに言って回ってるみたいなさ、うんうん、やり方がねむちゃくちゃもっとねもっといいやり方あるだろうけど、うん、なんか不思議なねメッセージがそこにある、うん、まあそのカルト的なって言ってもいいと思うんですけども、うん、だからそのそれに見入られてしまってそのジグソーの助手になってしまう人もそこにね、そっちもちゃんと描かれてますもんね、そうそうそう出てきちゃうっていうね、うん、っていうまあちょっと不思議ななんだろうな異常なこうなんだ異常な殺人鬼っていうんじゃない不思議な主張がそこにあってさ、そこも面白いっていうか今時な感じがしますよね。あの俳優の方は有名な方なんですか。あそうですね、なんだっけ誰さんだっけ、はいはい、とても有名な人ですけれども、トビン・ベルさん、トビン・ベルさん、はい、まあねこの役ですごい売れちゃったからちょっと今他の役やりづらそうでしたよね、うん、あまあ、でもやっぱもう完全にそうですもんね、うん、やっぱイメージがねちょっとね本当にそんな感じになっちゃってましたよね、うんうんうん、まあ低予算と言いつつ実は結構有名な俳優さんがいっぱい出ていてですね、うん、そのダニー・グローバーとかあとは初期に FBI の、 あの女刑事をやったダイナ・メイヤーとかあの頃すごい人気があった人なんですよ、うん、なのでまあ2本ぐらい出てパッと殺されちゃいましたけれども、うん、予算を超えたからじゃないかみたいなね、この人をこれ以上出すとお金かかるからなのかなとか思ったり、ね、でもだって2以降もちゃんとヒットはしてるの。あしてますしてます、うん、ずっとしてるんですよこれ不思議なことに。ちょっと数字も見てきたんですけれども、うん、ですね、1本目の制作費が120万ドルで、うん、世界興収1億ドル。それはすごいですよね。もうえぐいですよね。ものすごいですよね。それでもういいですもんね。何倍なんだっていう。うん、そう。ちなみにですね、ジェームズ・ワンの最新作アクアマンなんですけども、総1位の160本分の予算なんです。160本分の予算。アクアマン1本で総を160本作れる。やっぱじゃあそうは本当にすごいな。本当に低予算だったんですよね、うん、まあ、でさすがにこれ大ヒットしてその翌年からちゃんとカナダでシリーズ化しましょうって言った時に、うん、もうちょっと値段が上がってですね、2本目が400万ドル、3本目から以降はずっと1000万ドル、はい、だけどずっとねお金はちゃんと稼ぎ続けていて、2本目は1億、うん、世界興収1億4000万ドル、400万で作って1億4000万ドル。めちゃもうそれでいいもんな。もうワンツーだけでもうすごいな。もう勝ち逃げだもんそんなの、うん、まあね基本的にその1億ドル超えたっていうことが多いんですよね。ちょっとなんかね例外的にちょっと6かなあんまり行ってない時とかもあるんですけれども、うん、まあそのだいたい予算1000万ドルでその世界興収1億ドルっていうのがすげえなアベレージですね。なんかね機長さんね、うん、今聞いてて思ったけどどっかで途中でやめる感じを思ったんじゃないかな。やっぱそれねそう3じゃねえかなと思う、ね、あやっぱこれ一旦死んじゃうっていうね、うん、あるし、うん、あとは
要は制作費もいきなり高くなるんじゃないか、うん、なんかここで言うと要は儲けた分を吐き出すっていう瞬間だと思うんだけどね、うんうんうん、でもそれが当たっちゃったから、うん、とりあえず4行ってみるみたいな、まあまあね、5行っちゃうかみたいな、うんうんうん、どんどん続いていく、うん、だ3までは続けたいってのあったんじゃないですかね、うん、まあね、234と同じ監督なんですよ、ジェームズ・ワンナーとね、うん、234と同じ監督がやって、はい、で567は実はね内部昇格で、それまでずっと美術さんだった人が監督に昇格したり、編集だった人が監督に昇格したりっていう内部昇格で監督やってる、要はほら毎年もう作ってるから慣れてる、そうですよね、まあまあ、同じチームの中でね、うん、だったらもう君が次はやればみたいなことだと思うんですけれど、ワンさんは最初にあの監督外れてもその演出とかには全部加わって、あ、いやいや多分やってないですね、もう他の自分の映画どんどん作ってるんで、あ、じゃあもう本当に任せっきり、いや管理はすごくしてると思いますね、おそらく台本じゃない、台本もチェックも当然してるだろうし、まあその例えばその3本やってくれた監督の後どうしようかって言った時に、うん、美術監督がずっと頑張ってくれてて同じ人だから、じゃあ突き抜け監督すればいいんだろうみたいな感じなのかな、すごいなことは口出ししてんじゃないかなってちょっと思うんですけど、で美術一番新しいやつはどなただったんですか、一番新しいやつはですね、これはスピエリグ兄弟って言って僕大好きな映画監督で、はい、やっぱオーストラリアの人でジェームズ・ワンタはそういう意味でつながりがあるんですけれども、うん、スピエリグ兄弟ってのは総シリーズとこれまで何の関係もなくて、うん、SF とかホラーの映画を5年か6年に1本ずつすんごく丁寧に作ってきた、うん、兄弟なんですか、双子の兄弟で、双子の兄弟、普段はその特撮のね、視覚効果の自分の会社を持ってて、他の大作映画 その CG とかを作ってる会社で働いてるんですけども、5年か6年に1本ずつ自分たちが本当に作りたいものを、大体 SF 映画なんですが、うん、作るっていう不思議な兄弟、うん、で、うん、アンデッドっていう映画でデビューして、デイブレイカー、プレデスティネーションっていう、まあ傑作3本作ったんですけども、その後ね、なぜかその自分たちの企画じゃないジグソーレガシーをね引き受けて、やったんですよね、まあその7年ぶりのシリーズをね、でその時はだからその脚本家も交代して別の人に入ってもらって、まあ作るっていうね、だからね、ジグソーレガシー8本目だけはスピレグ兄弟のスタッフなんです、ジェームズ・ワンたちはもちろんその制作組織としては入ってますけれども、うん、まあそのちょっとそれまでとは違うチームがね入って、うん、脚本家も違う人たちが入って作ったんですけど、うん、きちっと回してるっていうことですね、で、工業的にもちゃんとヒットしてるんですね、制作規模はこれまでと一緒で、制作費1000万ドルで、うん、世界興収1億ドル、すごいなやっぱ、じゃあもう根強く見たいって方やっぱいるんですね、うん、そうですね、うん、まあ内容的にも成功したと思いますしね、やっぱさ、今ね、アクトビラミもそうだけど、はい、何度か見返すタイミングがね、みんなある時代になってるからさ、うんうんうん、だからやっぱり新作見たいなって気持ちが、この、うん、あの空白の何年間かで、ね、醸成されて、うんうん、でやっぱまたヒットしていくっていう ね、 そういうね、ターンに入ってくんだね、だからそうもそうだし、マーベル MCU も下からスパイダーマンも見に行きましたし、下からもう今からもうそのリアルタイムに乗っかってもうねファンになっていくから、うーん、そっか、これじゃあもうぜひぜひ、だから1だけまずなんとか皆さん自力で見て、で2以降は全部アクトビラにもありますから、そうですね、あと短編版が YouTube にあるんで、それ知らなかった、ちょっと見てみたい、ぜひそれね、ちょっと見たいです ね、 ね、このアイデアによって、あの要はプロジェクトが動き出したって、ね、そうですね、それはちょっと映画好きの人研究材料なんじゃないですか、うん、一番若い時のリー・バネルが本当に見られますかね、うん、20代前半ぐらいだと思いますけども、ぜひぜひね、これをきっかけに見ていただければなと思っております、そんなところですかね、はい、うんうん、これやっぱこれいいな、本当これ見たらそのまんまもうね、その視聴者の方はそうシリーズに飛べますから、うんうん、これちなみにね、はい、1話覗いたとして、あの添野さん的にこの層はいいなっていうのってありますか。僕ね、今回見直していてすごく思ったんですけど、だんだんやっぱりその残酷シーンに慣れてきちゃうっていうこともあるし、うん、そのなんだろうな、内臓が出たりとかさ、豚の腐った豚の死体とかさ、もう嫌なんだけど嫌じゃないですか、ね、腐った豚のシーンは本当に嫌だったんですけど、あーあったあったよね、あれそれ、あのもう
もう、ま、丸ごとすり潰すみたいなやつですか。あれすごかったな、もう、ね、何してんだと思ったもんな。っていうかさ、このシリーズって豚好きだよね。あの、うん、豚のマスクもずっと、ね、そうそうそう、嫌だったあれ。なんかこだわりがあるのかなと思うんだけどさ、豚のやつやったな。そうそう、中華系っていうのあるんじゃないですか。あ、そう、チャイナタウンがね、途中で豚のマスクをなんで使うことになったかっていう、ちょっと種明かしをしますよね、チャイナタウンが出てきてね。そうそう、ジェームズ・ワンのね、そう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 、あるんじゃないですか。あ、そう、ジェームズ・ワンのね、1本目はほら、その脇キャラで重要なキャラクターにアジア人の人が結構出てたりとかね、ジェームズ・ワンらしさもね、そういうところにちゃんとありましたよね。まあ、そんな中で言うと、だんだん殺しのシーンの工夫とか、その残虐さの面白さみたいなものが僕の中にもやっぱ目覚めてきて、うん、痛いの嫌とか言いつつね、うん、僕はね一番感心したのは、感心したのはっていうのはおかしいんですけども、うん、こう目の前にこうナイフが出てて、はいはいはい、こうその向こうに板があって、こう体を倒してナイフを顔で受けながら、その板をおでこで押せば機械が止まるっていう、ね、むちゃくちゃやん。そうそうそう、何してんだと。だけどなんだろうな、仕掛けもさ、いろいろ複雑な仕掛けもいっぱい出てくるんだけど、うん、あのぐらいシンプルで痛そうな方がいいなみたいな、あの思います。なんか本当に仕掛けとかじゃなくても、うん、やっぱ自分ってあの見てる方って現実的な方が怖いって思ったりするじゃないですか。やっぱ歯を奥歯をなんか何本抜いて、 あのとか、うん、なんだろう、もう目に刺さったりとか、うん、なんていうんだろう、もうあってもおかしくないようなことの方がゾワゾワするっていうのがあって、あんまり大掛かりだとね。そうですね、そういうシンプルな方が意外と、うん、あ、もう本当に無理みたいな、うん、お腹切られたりとかする、うん、なんかの装置でやるのって、うん、ちょっとやっぱ現実ではないから、うんうんうん、ちょっと怖いって思いつつも、うん、やっぱ現実味はないって思うんですけど、それってやっぱワンでね、もうその、要はもうノコギリで自分で自分の骨、骨切るとかってもうむちゃくちゃだもんな、もう。まあそうっていうね、題名の元になってるシーンですよね。いや、あんなのも嫌なこと考えるわ。まああとね、やっぱ殺しのシーンで本当に今回見直してて感動したのは、誰が死ぬところとは絶対言えないんですけれども、部屋の壁が両側から迫ってきて、というね、もうあれすごかったな。あのボタッとこう透明なところに血がボタボタっと落ちて、うん、その映画がこうブツッと終わるのがすっごいよくできてるなと思いました。あのあれ3とかぐらいですか、 2とか3ぐらいですかね、もうちょっといってたかな。 あ、 あれ、うん、そうか、あれすごかった、あの回すごかったですね、うんうん、最後もう、そう、コーンとひっくり返された透明っていうのがまたね、めちゃくあったあった。であと決勝おすすめはその一番新しい、ソウレガシの最後、これはあの 笑けたんで私はあのめちゃくちゃだったんで、はいはい、すごい終わり方だったんで、なんか死に方が、いやでもなんか聞くとね、はい、前見たけど、うん、忘れてるってシーンいっぱいあるね。いややっぱ忘れるもんですね、うん、その見た瞬間って目に焼き付くから、うん、うわーってなるけど、ね、意外と忘れるから、うん、まね、うん、またこれちゃんと見たら怖いんだろうな。ぜひぜひね、今回を機に、まあ、ちょっと夏にねぴったり、じゃぴったりと思います。ゾ、ね、ーッとするからね、うん、汗かくからね、絶対これね、うん、見てみてくださいと。そう思ったのは、うん、その色味ね、色味も全編つないで見ていくと楽しいかも、うん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 、あのカビっぽい感じね、そうそうそう、あれはよくできてるね、ご覧くださいと。さあそんな感じでございまして、はい、じゃあこちらでアクトビラの告知の方をお願いします、はい、もう一回ね、見方に関してちょっとお知らせしていただければと思います。ここでアクトビラからのお知らせです、はい、アクトビラはビデオオンデマンドのサービスを提供するエンターテインメントカンパニーです、うん、よくある見ても見なくても月額料金がかかるサービスと違い、入会金や基本料金がかかりません。これすごいですね。会員登録しなくてもプラストは無料でご覧いただきます、はい、うん、私たちが見たいと思う作品のみ視聴購入できるシステムとなっております、うん、作品数はおよそ5万本、映画、ドキュメンタリー、ドラマなど多数ご用意しております、うん、なおアクトビラをご覧になるにはテレビをネット回線につないでいただくだけで OK です、うん、第2、第4金曜日の18時に最新版のプラストを配信中です。はい、ぜひ見てください。じゃあ最後、ソヨナさん、なんかちょっと今注目の作品とかなんかあるんですか、 SF 関連とかでもいいんですけど、ソヨナさんが今映画の情報トピックとして最近、ですね、どうしようかな、文字公開になるんですけども、はい、アスという映画がありまして、うん、アスっていつでしたっけ、8月の30日、あ、じゃあもう本当に、いやいや、9月あれ9月だ、ごめんなさい、9月か、うん、
さっき予告見てあめっちゃ面白そうだった、うんうんうん、そうなんですよ、うん、だけどねどう面白いか説明できない映画、うん、どうなるかわからない、ネタバレがなかなか厳禁な感じなんです、難しい、いわゆるその昔からあるその特にヨーロッパに昔からあるドッペルゲンガーものというジャンルが、うん、ホラーのジャンルがありまして、うん、その自分にそっくりな人を見た人は死ぬっていう伝説がありますよね、はい、うん、それがね家族、お父さんとお母さんと子供2人の家族の身に4人分起きてしまう、うんうんうん、ドッペルゲンガー4人が同時に来てしまうっていう話、あ新鮮で始まるんですが、うん、まあ、このホラーなんですジャンルとしては、そうホラーなんですが、そこが入り口でもうとんでもないところまで行ってしまうっていうね、ちょっと説明しづらいぐらいの傑作です。明日、はい、明日ですね。じゃあ分来週ぐらいですかね公開されるみたいな、ぜひぜひチェックしてみてくださいと、はい、あとそれあれだと酒井さんの作品がどうなってるのか最近心配するので、気になりますね。頑張ってるみたいだけど、まあ、特撮がなかなか完成しない。クリスマスの話ってましたよね、今年の、まあ、もしかしたら暮れとかに出てくるのかな。本当はね、多分夏の間に、うん、あの DVD に焼かれて出資者の人に配られる予定だったと思うんですよね、うん、あ全然無理ですね、難航してるんだ。まあ結局特撮シーンをちゃんと作ろうと思うと、うん、時間をかけなきゃいけないってい う,、うん、そ う, かそうかことなんですが、ちらっとね、なんか彼のパソコンを横から覗き込んだんですけれども、まあびっくりするぐらいのクオリティにはなっていると思いますよ。ちょっとどうしよう、はい、すげー、なので気になる、期待してもいいと思います。楽しみですね。というわけでございまして、はい、引き続きね、マクトビラ中心にいろんな映画とかね、はい、作品にも触れてみていただければと思っております、はい、さあ次回の配信は9月の13日ですね、はい、またありますんでぜひぜひチェックしてみてください。ありがとうございました、はい、またお会いしましょう、はい、さよなら、ありがとうございます。